どうも、すずんもです。今回もペルソナ5実況続きやっていこうと思います。ちょっと撮ってる時間が深夜なので、今日はこの音量でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、双葉さんの警戒を解け、フレンドリー双葉さんのキャンペーン実施中でしたね。前回は、誠さんとリュウジ君、誠さん、北川君、リュウジ君、アンさんの組み合わせが終わって、次明日は、テケミと双葉さん対マンでね、サシで飲み明かそうというね企画なので、ちょっと緊張しますけども、とりあえず先生を呼びつけにしたので、その間に何しようかな。先生がコーヒー作ってる間に後ろでカレー作り始めたら、ちょっとあれじゃない、夫婦間でない、急にキッチンは川上が使う。あ、そうなんだ。完全に台所事情は彼女に今一任されてるってことね。邪魔しないでおこう。そしたらその間に、どうしよっかな、ゲームやろうかな。先生を呼びつけにしてコーヒーを作らせてる間に、僕は完全にゲームをやり、趣味の時間にね、娯楽の時間に費やす。悪くないでしょう。本日の発見どこまち探偵局は、アドマチック天国だ、夏休み特別企画、まだ間に合う都会から日帰り OK の海水浴場特集。ほう、これ海に行けるようになるんじゃない、これ。もしかして前浜的な、前浜じゃないや、江ノ島的なやつかな、湘南。あ、それだけ。何それ。いいよ、じゃあゲームしよう。ゲームでもしもよ。度胸ね、魅力。今何が足りないんだろう、テケミには今何が足りないのかというね。鈴本のテックンで、テックンの能力的には魅力がこの前上がったばっかだよね。優しさ、職人級、人情か、度胸。度胸を5にしてしまうっちゅうのもありだけど、ゲームしよう。じゃあハッタレ五右衛門いくか。ハッタレ五右衛門、うん、ハッタリかましていこう。横スクロールなんでしょうね。お、始まった。ふるあ、これはもうスーパーじゃない、スーパーファミコンじゃないの、これね。ファミコンの時代なんだこれね。8ビットの、8ビットの BGM が懐かしいね、心地いいね。地獄が舞台のゲームか。主人公は地獄に落ちた大泥棒、それが五右衛門。なんか出てきたぞ、鬼。現世を荒らした大泥棒がのこのこ地獄にやってきたか。いざ地獄の攻めくをご案内と行きたいとか、結構導入しっかりしてんだね。あの五右衛門を相手にその他大勢と同じ処遇もつまらん。我が手中にサイコロが2つ。え、長か半か。長半コロコロすんの。このわしと勝負じゃ。いいでしょう。どうやらこの鬼とサイコロ勝負して勝てばいいみたいだな。まずお主には長か半か決めた。あ、一応参加できんのね。長とは偶数のこと。2や6や8じゃな。半とはまあ奇数ね。次にサイコロを振って当たればお主の勝ち、外れればお主の負けじゃ。以上じゃが、勝負について分かったかの。やろう。分からないってことはないだろう。はったはった、超だ。ほう、超か。つまり偶数ならばお主の勝ちじゃ。では勝負。ははは、いいね、いいね。この 3D 現代の PS4 の最新のゲームに、このドットのなんていうテロップ、根弱合わせ技いいですね。じゃあはったれ五右衛門、超感か。ちょっと待って、その前にくしゃみが出る。よし、ストップだ。8ってことは偶数だ。26のチョ、やったぜ。よし、当たったな。これでいいのかい。よし、賭けに勝ったぞ。うぬぬ、なんたる悪運。さすがは五右衛門か。お主の勝ちじゃ。この先にいいのかい、鬼としての立場。まあ、ゲームだからね。いいね。鬼が消えて門が開いた。これで先に進めるのは楽しいのかな、ゲームとしては。ただのサイコロするだけのゲームっていう。なんとかステージクリアまで来たな。できたな。諦めず挑戦するその姿勢、かっこよかったぜ。やった。ああ、もうこれ2回やんなくてもポイント上がってくんだ。魅力が磨かれた。もう良い時間だし、そろそろ寝ようか。じゃあおやすみなさい。お茶飲みます。あ、終わった。ゲームやってる間に終わりましたか。お待たせしました。ありがとう。ルブランのコーヒーと。それじゃあまたね。そろそろ、先生ともコープ気づいてもいいかもしれんね。
フォンス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 フォンフォンフォン。8月の25日木曜日だ。今日は双葉さんとのデート。今日は双葉に店の手伝いをさせてみるんだったな。ってことはハードな一日になりそうだぜ。先が思いやられるかい、モルガナさんよ。宗次郎さんは手伝ってくれんのかな、どうなんだろう。今日はお前に任せるぞ的な。双葉に店を手伝わせるだと、そりゃそうなるね。なの今までさせたことねえぞ。できるのか、バイトがてらね。社会経験ってやつよ。何事も経験だよ。とは言ってもな、客前に出すってのはちょっとね、制服みたいなシャツ着せた方がいいかもしれないね。エプロンとね。だ大丈夫だ。ちゃんと去年中学は卒業したし、高校1年夏のバイトって思えば問題なし。ああ、年齢は一つ下なんだ、テケミの。1年生、うん、そうだよね。テケミって2年だったよね。あ、後輩キャラ今までいなかった。初の後輩キャラか、そうなると。誠さんが3年生だもんね。まあ、そういうことなら皿洗いできるか。いいか、無理すんなよ。わかりました。あ、割ったね。おい、大丈夫か。マスター、いつものね、濃いめで頼むよ。あ、気取った感性格がいつものね。常連客。双葉、ちょっと見てやってくれ。あ、わが、私かい。わかった。大丈夫？ウィーウィーシェフ。その後、新しいバイトがい。相変わらず隅に置けないな。何人目のボンドガールだい、マスター。007。そんなんじゃないよ。いつも熟したのばっかりなんだろ。たまには若いのも欲しくなるモンスター。随分下世話な会話をしてるね。ガマテラピーベリーと同じだよ。酸味と甘みが新鮮なのさ。ガテマラか。悪いね、今日はブレンドだ。おい、もうコーヒー持ってけ。ボートすんの冷めちまうだろ。テケミに対しての当たりは強いよね。いつも通りだね。参ったね。あれ、いないんだけど。わ、ヒー。あ、双葉が持ってきたんだ。ヒー、コーヒーお待ち。どういう接客それ。そういうお店みたいだよね。メイド喫茶的な。おい、双葉、それかぶって人前に出るなって何度も言ったろ。それと運ぶときはお待たせしましたって言え。ヘイ、コーヒーお待たせしました。お待たせしたしました。ああ、どうも。急にどこに隠しておいたのそれ。見たか、ちゃんと仕事できたぞ。全然ダメ。よくできた。まあでもよくできてたんじゃない、初めにしては。うん、できないこともない。なんだ、結構簡単なんだな。しかし双葉が客前に出てくるなんてな。面はあれだが驚いたよ。ね、嬉しいでしょ、宗次郎さんとしてもね。人ってのは変わるもんなんだな。宗次郎、もっとコーヒー持ってこうか。その面は取れよ。考えておく。考えておいてください。お面、素顔で接客しよう。それかコスプレ喫茶に看板を変えよう。誰か正体を明かしたか。誰かバラすか。何を突然。怪盗と知り合いだというやつを街で見かけてな。はあ、出任せもいいとこ。三島くんじゃないそれ。大丈夫。俺たちもデマ流れるほど有名になったんだな。そのうちネットもテレビもそうな目にできんじゃねえ。でもそれが目的じゃないからね、決して。まあ、捕まえればね。テレデドゥン。そりゃそうだ。ところで今日の成果は。客にコーヒー出した。まあお面してたけどね。あの格好でお客さんの前に出たのね。とりあえず早くなれろよ。人が怖くて回答ができるか。頑張ってみる。いいね、前向きだ。その前向きな姿勢非常に素晴らしいね。頑張っていこう。お面はともかく少しは自信つけてくれたかもな。そうだね。今日はどうでしょう。演説の手伝いじゃん。お、違うんだ。なんだろう。君に頼みたいことがある。松下議員から会食。会食というとなんかね、大人な雰囲気が、大人な響き。どうだろうか。じゃあ行ってみよう。虎之助さんについて行く前に、だったら先生を呼ぼう。だったら先生を呼ぼう。あ、でも宗次郎さんはまだだろうな。ちょっと一応見てもこう。あ、マジで行けるの。じゃあちょっと虎之助さん待っててほしい。今日は宗次郎さんと過ごしますわ。悪いな、助かるよ。お、そろそろ常連が来る頃だ。連続で上がるってことか。
急に進行が早くなったね。そうちゃんずっと一人身でしょ、人恋しくないの、結婚諦めちゃってる。いやもうでも若葉さんが心にずっといるんじゃないのか。伴侶に求めるのはピリッとした刺激とホッとできるひととき。コーヒーと一緒だね。つまりコーヒーとカレーだな。俺にはそれで十分だ。コーヒーとカレーが伴侶かい。こうやっていつも交わすのよこの人。ずるいよね。これ誘惑してるのかな、この派手めの女性は。ところで君から見てそうちゃんの生き方どう思う。生き方か。人それぞれだと思うっていうのが本心だけどね。憧れてんのかな。まあ憧れの生き方の一つではあるかもしれないね。うん。最も素晴らしいゲームの一つ、それがペルソナ5。憧れるのは勝手だが進める気はねえぞ。別にね、俺の仕事はお客さんに満足してもらうことだ。俺のコーヒーで安らげるってんなら嬉しいね。いつでも飲みに来なよ。あ、今ちょっと口説いたね。さっきの曲えらい積極的だろ。あれ以上迫ってきたら困るんだけどよ。そういう相手ともつかず離れず、うまく押したり引いたりで話すのが接客ってもの。なんかわかんないけど、ガールズパーとかもそういう感じなのかな。そういうのに似てる。水商売なんでしょうね。いらっしゃ。しつこすぎんだろ。あれか、なんか親戚がノーノみたいな。いや面白いものがことが分かったもんだよね。双葉引きこもってるんだって。学校もろくに行かせず、いい加減だね。これ何なんだこの外野は。帰ってくれ、いいから。君が何を言うんだ、言う資格があるんだ。面倒見なかったのはあんただろ。どういうこと。親類縁者、やっぱ親戚って言ってたから。ふん、どうであれ引き取った以上、双葉にかかった養育費はさくらさんが払うのが筋だよね。元あれかな、これが実の父親ってことないでしょ。こんななんか釣り堀のおっちゃんみたいなのが双葉の父親と思いたくない。若葉さんがこんな男に惚れ込んだと思いたくないから、なんか一時的に引き取ってた男の人ってことかな。金目当てで双葉を引き取って放置したくせに、やっぱそうなんだ、元を引き取り手なんだ。若葉の遺産も保険金も大半くれて、やった、まだ足りないってのかあんたは。財産目当てか。血縁者と書面上だけの親のあんた、争ったらどっちが勝つかな。あ、一応親戚なんだ。へえ、若葉と血の通いつながってんのはこっちなんだ。へえ、まあ、血のつながってるって言ってもね、別の人間だからね。うん、そうそう、そこのバイト君もだよ。実は過去があるらしいじゃないか。なんだ、人にケチがつけるのが趣味かい、あなたは。ずいぶんつまらない生き方をしてるな、あなたは。まともに教育も受けさせない自称親と保護観察中の同居人、双葉にとって望ましい環境とは到底思えないな。何が狙いなんだ君は。黙ってくれ、君には関係ない。なんだその目は。脅迫罪で、ちょっと強く言っただけで脅迫罪で訴えてやろう。たじろぐじゃない。中身はスカスカなんでしょうな彼は。おい、余計な口出しすんな。お前は2階に上がってろと言いつつ評価は上がったね。あ、双葉だ。そうじろう、お腹すいた。あ、久しぶりだね、双葉ちゃん。うまくしゃべれなくなってる。トラウマの一つなのかもしれないね。双葉。ほら、ひどいもんだ。とても健全な様子とは思えない。あんたに対してだよ。何を言ってんだ。あんたを見たからだろ。何度も言わせないでよ。血縁者のこっちに裁判で勝てんの。なんか全然論点がわけわかんないね。今あなたが双葉が喋れないこと、うまく喋れないことに対してケチをつけたのは、あなたが、今あなたが双葉がうまく喋れないのをこっちのせいに、双葉、あの総次郎さんのせいにしたのに対して反論しただけであって、裁判で勝つとか何の話してんのあなたは。とにかく何でもいいから優位に立っておきたいっていう、そういう薄っぺらい糸みたいなのが透けて見えるねあんたね。くっ、じゃあいい返事を期待してるよ。一応彼から総次郎さんが親権を奪ったみたいな感じなのかな。
どうなんだろうね。双葉、今日は帰れ、送ってく。大丈夫かい、ソジロー。あいつはとんでもないやっちゃな。双葉、やっと落ち着いたよ。疲れたのかすぐ寝ちまった。あの男な、双葉のおじなんだよ。おじさんなのか。ってことは若葉さんかお父さんの兄弟ってことか。双葉がたらい回しにされた親戚の中で一番最後に預けられた家だ。双葉は邪魔者扱い、ろくに飯も与えず、動物飼うみてえに床で寝起き、もうほとんど軟禁じゃない。双葉のやつ風呂にも入れさせてもらえなくて、臭くてよ、女の子が出す。そいつはひどいね。ほぼ虐待、ネグレクトだね。どうしても許せなくて引き取らせてもらったんだ。よくそれ奪い取れたね。その時もこれまでの養育費だのなんだの何癖つけて金せびってきやがった。あーまあ金が手に入ればいい、別にいいぜって感じ、スタンスか。神聖のクズやね。金で済むなら安いもんだ。ゲンナマ叩きつけてやったよ。あ、かっこいいよ、ソジロさん。ソジロかっこいい。なのにどっから鍵つけてきたんだか、金払ったの間違いだったかな。縁を切るのは難しそうだね。縁はね、切れないからね。そんなことない、間違いではないよ、ソジロさんがやったことは。ははありがとうよ。まさかお前に励まされるなんてな。双葉をずっと外に出さなかったのは確かに俺の責任でもある。いやでも双葉の意思でもあるからね。必ず最後に行動を決めてるのは双葉さんだから、そんなにそこまで責任を感じる必要はないんじゃないかい。どうすりゃいいのか見当もつかなくて、せっせとカレーだけ作って扉の前に置いて、お前がいなければきっと今も部屋から出てくるのを待ってただけだ。まあでも現に今ね、出てきてるわけだから。双葉の後見人としてふさわしいかって聞かれちまったら、こんなの失格だろ。血は水よりも濃いって言うしな。双葉にとって何が一番幸せなのかね。双葉にとってね、双葉に直接聞いてみりゃいいんじゃない。戻りたいなんて絶対に言わないよ。ガキは一体何言ってんだか。けど不思議だよ、お前には操作する何かがあんだよな。人の心に入り込むっつうか、たく変なやつだ。心泥棒って呼んで。宗次郎との関係が深まるのを感じる。いいね。ちょっとディープな話になってきたけれど、コーヒーの極意だ。味方一人の SP をより大きく回復するコーヒーのアイテム。おわ、川上先生、川上先生来てくれ、今すぐに伝授しよう、この極意を。お、怖い金の値だな。もうこんな時間か。双葉が心配だ。夜更かししないでお前も早く寝ろよ。ありがとうな。お、いいね。双葉さんからの信頼度が高くなっているのが聞こえる、感じ取れる。8月の26日金曜日。この時代に生まれてよかった。さてと、今日の予定は、あれ、もしかして誰も今日の予定を立ててないんじゃ。中途、今日はどうすんのか、双葉さんの件だよね。誠と買い物してる、終わったらそっち行く。本当は双葉も連れて行きたかったんだけど、いきなり人混みはハードでしょ。荒治療も必要よ。誠パイセントゲがある。パイセン、いいね、パイセン、いいね。いずれできるようにならないとでしょ。敵味もパイセンって呼ぼうかな、誠さんのこと。てかクイーンの服もトゲすげー、肩叩くと刺さりそう。それは俺も思ってた。ユウスケまで、なんか面白そうだな。俺も混ぜろ。用があるのは双葉、あんた関係ないから。メモ、リュウジには冷たい。そういうのいいから、じゃ楽しみに待っててね。ドキドキ、何買ってきてくれんだろう。今度は何を企んでるんだ。パーティーでもすんのか。でもこの前やったよね、ちょっとしたの宴みたいのは。怪盗団の正体すごく気になるよね。お姉さんお姉さん、俺に心盗まれてみない。なのにそのダサい口説き文句、やめた方がいいよ。それ新手のナンパ超ウケるんですけど。あ、最近あんま聞かない言い方だね。今風だとこれちょマジ草だよね。海外でも有名らしいよ。何気にすごくない、怪盗団のメンバーになってみたいな。大変よ、割とね。お、今日で4日目だっけ。少しは慣れてきたのか。うん、どうだろう、わからん。人間そう簡単には変わらんさ。まあ進歩はしてるってことにしてやるよ。偉そうな猫だな、この野郎。わしゃわしゃしちゃうぞ。やった、ちぎれる、やめろ。にしてもあいつら遅えな、人待たせて何やってんだ。
こんにちは、ごめんくださいって最近聞かなくなったよね。ごめんね。いろいろ見てたら迷っちゃって。何買ったんだろう。見てた、何の話。水着か。あー、水着だ。双葉ちゃんの、双葉ちゃんの水着か。ちょっと待って今日はよくくしゃみが出る日。双葉ちゃんのね、水着とか着たことあんのかな。スクール水着が最後でしょ。持ってないでしょ。そうだけど、じゃあ今から試着ね。自分たちの分も買ってきたのかな。今から。ぶっつけ本番はダメでしょ。海までもう時間ないよ。いやいやいや、でもそんな、覗いたらどうなるか分かってる。ここで着替えんの。生着替えってこと。そんな毒だね、青少年にね。あ、すごい、サイズちょうどだ。アンの見立てすごいね。こんなに声漏れてくんのでしょ。はい、試着終わり。なんじゃこりゃ、布面積ちっちゃ。水着なら普通だよ。そしたらここをもうちょっと寄せて、ギャヒ。寄せるっていうか、あ、モルガナさんもちゃんと降りてきてるね、えらい。そんなに力で持っていくものなの。こういうの持ってなんもなんだからと。これでよしと。漏れるほどあるのかという点も、九段もあるけれど、おお、我ながらこれは。何やってんだろうな、上。おかみ、何って試着だろ。双葉の水着姿か。何想像してるんだこの野郎。絵になりそうだな。誠に話してみるか。モデルか。この変態だ。君は神聖の変態だよ。しっけな。俺はあくまでも芸術的な観点で焦ってるね。いいからおとなしくしとこうぜ。ぶたれるよ。ガキだなお前ら。なんだよ、モルガナさんは大人なのかい。まあ、確かに全身ケムクルジャラだもんね。上、さっきから何騒いでんだ。水着がどうのって聞こえたよね。水着の試着やってんすよ。今度みんなで海行くんで。双葉が海ね、想像できないよね。あいつには季節感なんて言葉縁がないかもって思ってたな。年中温室って感じするよね。植物園かなと思うよね。じゃあ水着はこれで決まりね。お世辞抜きで似合ってるよ。ほら、てか双葉ちゃん、その猫背はダメ。ほら胸張る。そうだよ、猫背だよね。おお、面倒かけるかもしれないが、双葉の思い出作り協力してやってくれ。思い出作りか。青春だね、それだけ聞くと。本当に俺たち今青春をしてるんだ。さあ見せてよ。見せてくんないの、なんでやのまあ本番まで待てってことか。じゃあ手けみの家でやった意味あんだろうかもうたまり場だよね。水着も用意したし、海水浴の準備はオールオッケー。あとは双葉の心の準備だけ。やればできる、いける。多分その息だ。自信はないわけだな。うっさいお稲荷。やっと夏休みらしくなったよな。まあ大雨だけどね今。でも落ち着いたせいかいろいろ考えちゃうのよね。いろいろ。精神暴走事件に認知科学、それから黒い仮面のこと。そうだね、とにかく危険だよね。なんかわかんないけど、そう、危険だ。そう、これから私たちには慎重さが求められる。とはいえ情報が少なすぎる。もっと調べないと。私も手伝う。続きまた今度にしようぜ。ねえみ、双葉さんが、ね、ネットを使ってなんかあれこれしてくれれば、一気になんか情報仕入れられそうだよね。頑張ろう僕たち、頑張れ俺たち。ご主人にも期待されてたぞ。双葉の思い出作りがそうなるように頑張ろうぜ。明日いよいよってことかいな。ネタある。というわけで一旦ここで今回は終わりたいと思います。また次回、次は双葉さんたちを引き連れて海水浴、水着をご査察いただけるということなんでしょうかね。楽しみにしておきましょう。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。